クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。3月中にね、泥繭って言ってね、土の塊作るんですけど、それを確認した子たち孵化してるっぽいですね。音がしない。問題はこのボトルなんですよ。はい、どうもこんにちはです。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。夏終わりましたね。しかし暑い、まだ夏と言っていいのかな。とにかく暑いですね。まだまだね。お体にはね、十分気をつけながら生活をしてほしいところです。やった。さて、今日はね、掘り出しをしていきます。この子たちのね、兄弟をね、掘り出すんですよ。とりあえず登場していただきましょう。えい。はい、こちらでございます。これはね、ブルマイスターツヤクワガタですね。かっこいいです。ちょっと調子にならずにね、中止だったんですけど、もうね、餌食べてね、もうちょっとしたらね、産卵モード入るかな。産卵っていうかペアリングね、ペアリングできるかなと思ってます。ブルマイスターツヤクワガタ、インドはね、ニルギリ丘陵のクワガタですね。なかなか厄介なやつです。産卵自体はめちゃくちゃするんですけど、なんかね、幼虫が弱いという話でね。ただまあ、うちのね、環境ではね、ほぼほぼ幼虫はね、落ちずに育ってくれたんでね、まあ、うまいことやったのかなと思います。失敗ばっかりしてるんですけど、うまいこと言った一つの例ではありますね。やった。かなり活性が上がってますね。なかなかね、力強いですよ。ほら、こんな感じですね。恐ろしい。ペアリングが怖いね。メス挟み殺しちゃうんじゃないかな。はい、まあね、工夫してやらなきゃいけないですね。本来ね、紳士的な感じなんですけどね。こちらはブルマイスターツヤクワガタのメスでございます。もう活性や、上がってる上がってる。ねえ、触覚のピコピコがすごいです。はーい、かなりピコピコしてますね。ギラファノコギリクワガタもね、こんなことするんですけどね。可愛いですよね。ブルマイのメスのすごいところはその大きさなんですよ。これがまあ僕の手でして、これぐらいの大きさ。クワガタとしてはね、相当メスだけどビッグですね。こんなビッグなメスね、他にはね、なかなか見ないです。クワガタでね。とても大きい。すごいですよね。はい、ということでね、今日はこのブルマイスターたちを5頭掘り出していきます。メス、メス、オス、オス、オスのつもりですけどね。3月中にね、泥繭って言ってね、土の塊作るんですけど、それを確認した子たち、もう5ヶ月経ってるんでね、さすがにもう羽化してね、もうすぐね、動き始めるだろうと思われます。はい、ということでね、この5頭掘り出していきます。早速やっていきましょう。今日も掘り出し頑張るぞ。まずは1頭目いきましょう。3月24日泥繭確認でございます。さあ、どうなんだろう。もう動き始めそうな勢いだと思うんですけどね。はい、この中にね、いると思います。振ってみましょう。動きがないんで浮かしてますね。泥繭どこだ。あ、この辺か。はい、これがね、泥繭でございます。ちょこっと割ってみるかな。あ、割れましたね。うまいこと浮かしてる。あ、動いてるけど、大丈夫かな。浮か不全とかないよね。いきます。おっ、よし、綺麗に浮かしてる。よーし、元気そうですね。はい、メスちゃんでございます。よかったよかった。一匹目、元気に浮かしてくれてます。あー。さあ、二頭目のメス行きましょう。ね。この子ももう出てきそうな勢いだと思うね。3月28日、泥繭、言えてね、泥繭確認でございます。行きましょう。ここですね。ここが泥繭。もう浮かしてるっぽいですね。
大丈夫？あ、よし、はーい、綺麗に浮かしております。いいね、うん、綺麗に浮かしてくれました。二頭目もね、メス無事に浮かしております。さあ、三頭目はオスですね。あー、緊張するな。3月5日ドロマユ確認です。もう絶対浮かしてると思うね。綺麗、綺麗だね。さあ行きましょう。どんな子が出てくるんだろうか。うわ、すごい塊だ。でかいの出るよ。でかいのが。あ、入り口通らない。よいしょっと。これが泥前だ。間違いない。ちょっと泥前、出してみよう泥前。どんな形してんだ。結構でかいよこれ。どっからどこまでが泥前かわかんないぐらいですね。はい。ちょっと湿度高めなんでね、心配です。ああ、この辺ぐらいかな、大きさ的には。なかなかでかいね。うん、すっげーでかい。さあ、ちょっと振ってみましょう。羽化してるっぽいですね。音がしない。さあ、ちょっと見てみましょうね。いや、怖いな、緊張するな。いきます。あ、あー、端子か。端子っぽいですね。よし。うわー、綺麗に浮かしてる。ただ、顎は、長子じゃない。あー、出たー、でかい、ブルマイスター。でかいです。ただ、長子ではなかったですね。これは端子くらいだな。はぁ、あ。まあ、元気に浮かしてね。よかったと思います。こんな子出てきました。さあ、この子行きましょう。この子3月29日ドロマヨ確認です。実際はね、それよりも早くドロマヨ作ってるはずなんですけどね。さあ見ましょう。5ヶ月で待ちに待ったからね、元気な姿見せてもらいましょう。これか、これみたいだな。あ、コロコロしてる。これまだ、サナギですね。これはサナギなんで、ちょっと返しましょう。うん、元に戻してあげる。問題はこの、ボトルなんですよ。カビが大繁殖？大繁殖ってことでもないんですけど、カビが出てきまして、ひょっとしたらね、お亡くなりかもしれないんですね。うん、ちょっとどうしようか判断迷ったんですけど、結局、そのままにしておきました。カビはね、収まっていくんでね。はい。まあ、なんでかなり心配しております。元気な姿見ればいいかなと思うんですけど。じゃあ、勇気を持ってね、開けていきましょう。怖いです。大丈夫かな？うん。なんかカビが繁殖したようなね、こう、跡があるじゃないですか。ちょっとビビってます。行きましょう。硬い。何これ？いきなりドラマユ？いきなりドラマユかこれ。なんとか、なんとか出ました。こっちかな？いや、ちょっとわかんねえ。これドラマユ？あ、サナギですね、これ。ドヨマヨでした。サナギです。定規しっかり確かめて、そのまま元に戻しましょう。いやー、難しいですね、ブルマイスター。うん。見えないからね、なかなか判断できない。一応ね、ちょぴっとだけ開けて判断するとか、振って判断するってやったんですけど、二投目は振ってもわかんなかったですね。はい。じゃあ、これ。行きましょう。どれぐらいの大きさなんだろうな。かなりでかい。5センチは超えてると思います。こんなもんですか？
はい、この子のサイズはこれです。53、やっぱでかいなーね。その辺の平田クワガタよりよっぽどでかいですからね。すげえ振る舞い。次はこの子です。立派な振る舞いですね。よいしょ。はい、やっ、あー、この子はね、これです。54、でかいですね。さあ、じゃあオス行きましょうか。立派。うん、なんかもう触覚の動きとか見てもね、結構前に浮かしたのかなと思います。行きまーす。だいぶでかいですよ。8センチ超えてるかな、超えてないかなってぐらいかな。7センチ台かな。あ、でかいですね。はい、でかいです。この子のサイズなんですが、こんなもんですね。今ちょうど突っかえてるとこです。はい、おー、80。やっぱでかいわ、ブルマイ。でもね、調子だとね、10センチ超えるんですよ。うん、楽しみですね。絶対調子ね、何匹か出ると思うんで、期待しててください。お疲れ様でした。ということで、ブルマイスターツヤクワガタ、2頭サナギでしたね、オスはね。なかなか判断の難しいところです。かっこいい子ですね。いやー、すごい。このなんていうかね、迫力がすごいです。はい、今日はね、これでお別れとなります。あとブルマイはですね、メスが4頭にオスが2、4、6、7頭いるのかな。うん、そんな感じですね。いやー、その7頭はね、大きい入れ物入れてるんで、調子になるんじゃないかなと思います。じゃあ今日はね、これでお別れしましょう。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。